草も属は、アリノトウグサ科の多年生水生植物である。浅瀬や湿地帯に自生する。水上に暮らすものもあるが、水中用を展開し、水中に自生するものもある。水田雑草であるが、観賞用に栽培されるものもある。金魚もと呼ばれる水草の代表的なものの一つ。水草になる多年草。茎は細長く伸び、多数の節を持つ。節から枝を出すが、 分子の少ない種もある。葉は節ごとに出て、耐性、輪性、または、誤性、単一の線形のものもあるが、うじに避ける傾向がある。花は、柄がなく葉の基部につく。茎の先端に集まってつく場合、水上花剰にも見える。私有こと花、あるいは、私有遺種。水田雑草、水路の雑草として、人間を困らせることもある。中でも大房もは、 外来生物法により、特定外来生物に指定されており、研究用など特別な場合を除き、一切の流通が禁止されている。観賞魚と共に観賞用に栽培されているものもある。主なものは、フサモ、ミリオフィラムマットグロスセンセ、など。大フサモアクアリウムの中で育つ、ミリアフィリムマティングロセンス丈夫な植物であり、適切な環境を用意すれば、 基本的に栽培は容易である。水場で栽培する。ガラス水槽や水蓮鉢など、水を溜めておける容器で栽培されている。遺伝的多様性を守り、遺伝子資源を守るため、外来種はもちろん、国内自生種であっても、安易な放流は避けるべきである。ありがとうございます。